爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第12節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。オニール。スールシャール。ヨンセン。スライディング、カリュー、デイリー、ニュクラ、スローイン、バスナ、出た。ギャラハー、これはゴールキック。カリュー主審笛を吹いた。レオナルド戦。キーパー真正面。いいパスだ。エイリクバック。スールシャール。体を入れてきます。シュート。キックミスでしょう。ギャラハー、ベルグ、主審笛を吹いた。壁を作ります。直接狙った。直接決まった。スロー VTR でご覧ください。思い切り曲げてきた。前半残り5分です。いいパスが出た。イワルセン。さあここからどう攻める。さあどちらがボールを支配するのか。オニール。ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。後半開始の笛です。
戻して流れを止めた。ふわっと上げる。スイルシャール、なかなか壁を崩すことができません。ギャラハー、後半15分、オフサイドトラップにかかった。ベルグデルム、レオナルドセン、さあここからどう攻める。ボールを囲んでいきます。カーリュー、ゴール、エクセレントゴール。着実に点を重ねます。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、動きが素早いです。さあここからゴル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 、ダイナミックゴール。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。エイリクバック、ネイスミス、4戦、後半35分をすでに過ぎました。走り込んできた。スイルシャール、シュート、イワルセン、サリバン、見たかゴール。得点は4対0。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。スイルシャール、ワンツー、ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。大量得点による一方的な試合展開でした。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。